こんにちは、授業準備 TV のゆめのんです。学校生活で全学年が集まる集会など、全校の子どもたちが揃っている場面で整列をするとき、自分の声が周りの先生の指示や子どもたちの話し声に紛れてしまうと、声の呼びかけだけで自分のクラスの子どもたちを整列させるのは難しいということがあるのではないでしょうか。そこで今回は投稿者の先生にお寄せいただいた、静かに整列ができるようになる実践、声なし整列をご紹介します。ぜひ最後まで見て参考にしてみてください。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。声なし整列とは、声を出さずにハンドサインだけで行う整列のことです。いきなり全校の子どもたちが集まる場面で行うのは難しいので、まずは体育の授業などで練習をしましょう。やり方は、まず声を出さずに前習えと口パクをして、先生が前習えをします。もちろんマスクを着用していて口元が見えない状況が多いかと思いますので、前習えにあたる合図を決めておくのも良いのではないでしょうか。先生のメッセージに気がついて前習えをした子どもたちがいたら、目を合わせて笑い拍手を送りましょう。マスクをしている際は特に目元を意識したい顔を送ってみるのがおすすめです。次に直れの合図をして、手を挙げてから気をつけをしてみせます。先ほどと同じようにできている子どもがいたら、目を合わせて笑い拍手を送りましょう。最後にもう一度という合図を伝えて、人差し指を立てて1の形を見せて伝えます。以上を繰り返し、全員がピシッと気をつけをすることができたら、笑顔で大きな拍手を送ります。気がついていない子供には、おーいと目を見て大きく手を振りましょう。周りの子供たちが気がつき教えてくれたり、本人が気がつくようになります。どうしても伝わらない場合には、近くに寄っていき、その子供にだけ聞こえる声で、先生前で一生懸命伝えてたから気づいてほしかったなとこっそり伝えます。また並び方がずれていたら、ジェスチャーでこっちこっちと目を合わせながら誘導します。ポイントは、気がついた子供にアイコンタクトを取ることです。授業で練習し、子供たちが声なし整列に慣れてきたら、ぜひ全校集会などでも実践してみましょう。そして教室に戻ったら、学級全体に話しかけ、声がなくても先生の気持ちが伝わってくれて嬉しかったと話すといいそうです。子供たちにとってもゲーム感覚で整列ができ、大きな声を出さずに楽しみながら整列できますね。学校やクラスの状況に合わせながらお試しください。今回は、静かに整列ができるようになる実践、声なし整列をご紹介しました。他にもこんな整列のアイデアがあるよという方は、コメントお待ちしております。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。